さあ今からねプロデューサーはナタシグループ名が発表します。何ですか？うん、何ですか？木村カエラさん、何何 INI2 とかじゃないの？デビューするグループ名はこちらです。今ラジオで聞いてるんですけど、車の中でね、すみませんね、埼玉県の部屋にいるんですけど、今日の新しい世代、私と、私と私が出会う、みんなから愛される愛の、未来に向かって共に進んでいく、いいコンセプトだね。未来、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 かわいいじゃん、なんか猫みたいな、ミャイミャイみたいな感じでかわいいじゃん。うん、じゃあもうなんとかワンっていう風習なくなったんだね。もうトイレ系はさ、ミーアイいいじゃん、ミーアイ。へえ、今日ミーアイでデビューする11人のメンバーが決まります、うん、あ、今日決まるんだ。そして東京が1位に輝いた練習生が、うん、あ、そう、センターやるんだ、すごい子じゃんね。さらに、うん、デビュー後の展開がすでに決まっています。どういう展開？エムカ出る、エムカ出るとか。プロデュース101ジャパン、ザガールズのメインスポンサーである NTT ドコモとの NTT ドコモ契約が決まりました。何に合同化契約って。そしてどういうこと？オープンなんだ、早いね、ラッポね、さすがビジネスマン。懐かしい、2年前も俺もちょうどさ、あのファイナルの会場行ったんだけどさ、いやーもう正直ね、あのその時はまだちょっとあの悔しさがあってね、ちょっと素直に選べなかった、喜べなかったんだけど、まあでも悔しいよな。でもファイナル行った時すごいね、もう超ドキドキなんだろうね。まあそりゃそうだよな。もうファイナル早くねえか俺。プデュー見よう見ようと思ってたらさ、もうファイナル行っちゃって。清水恵子さんしか知らないんですよ。すいません、ちょっとミーハーでございまして。ミーアイで決定しました。